続いて、はい、これはすごくいいなと思ったんですけど、住宅購入時に関係者全員を味方にするっていうキーワードがありますね。あったと思うんですよ。はい、これすごい面白いなと思って、ぜひこの辺りちょっとお聞かせいただければと思います。そうですね、あの住宅購入のまずフォーメーションというところになると、フォーメーション、うん、あの売主さん側に1人、あ、1社不動産会社がいます、はい、そうですね、で実際買う側の方にも、はい、まあ、1社不動産業者がついて、はい、で結構その4社で見学をしたり、うん、契約したりとかする動きになってくるんですね、はい、ちょっと例えが悪いかもしれないんですけど、分かりやすく言うと、うん、あの裁判だとお互いに弁護士さんがついてやるじゃないですか、はい、あんなイメージにはなってくるんですよね、うん、あそこまではバチバチではないんですけど、あれだと敵対関係、そうそうそう、そうなんですよねイメージとしては代理人代理人みたいのが動いて交渉事もしていくという、はい、まあ、そんな形にはなってくるんですけど、うんうん、で、あの、まあ、やっぱり買う側にじゃあつく不動産業者さんをこう どこに頼むかっていう形でもうポイントにもなってくるんですけど、そこの人がまずそこの関係も良くしないといけないと思ってるんですよ、僕は。お客様、家を買うお客様が不動産業者さんに、はい、例えばですね、何でしょう、あんまりこううまくコミュニケーションが取れてなかったり、うん、まあ、ちょっと横柄な態度で、うん、私はお客様だっていうような態度になってしまうと、うん、もしかしたらその不動産業者の担当者さんは、うん、頑張ろうという気持ちがちょっと少なくなってしまうのかなと思ってるんですよね。まあ、人ですからね、うん。そうなんですよね。心がある。まあ、こんなね、お話を、こうね、ここの場でしてもいいのかなとは思うんですけど、実際現実的な話としてですね、まあ、あの、ソムリエ、ね、こういるじゃないですか。ソムリエの人に、いいから早く何でも持ってこいというと、本当にソムリエの人が最高のパフォーマンスできるかって言ったら、そうではないような気がするんです。はい。はい。まあ、そんなニュアンスにはなってくるんですけど、お客様のために頑張ろうという形に、なることがまず大切かなと思うので、うん、はい、もうそこの、ね、コミュニケーションというのはチームもやっぱりしっかりしなきゃいけないところもあるんですけど、うん、はい、で、もう一つ、じゃあここの家にしようってなった時に、まあ、いろいろ価格交渉してくださいとか、ちょっとね、うん、こう引き渡しを長めにしてくださいとか、お願い事とかもいくつか出てくるシーンがあるんですよ。うん、そうですね、うん、はい。で、そこの時に、いや、こうこうこうだから当たり前でしょうっていうような形の、やり取りでバチバチしながらこう進んでいくと、なんか嫌な気持ちをする人がどこかで出てしまうので、こうウィンウィンウィンじゃなくなってしまう部分があるのかなと思うんですよね。そうするとそれが最高の結果に結びつくかな、減額で言ったら最高の金額の減額に行くかなと、みんなが気持ちよく行けるかなっていう思いがあるんですよ。で、まあ一例で言うと、じゃあどんなところかというと、居住中の中古戸建てにこう見学に行くときに、はい、売り主さん、実際住んでる方がいて、で、そこ売り主さんがある不動産業者がいて、で、買う側の不動産業者がいて、買われる検討者のお客様がいる。まあ、その4社がこう、現地にいる。で、見学していくんですけど。はい、で、その時に、あ、ちょっとここ、もうちょっと窓大きかったらよかったね、とか、例えばですよ。うん、あ、こっちちょっと日当たりが全然ないんですね、とか言ってしまうと、うん、はい、果たしていいことなのか悪いことなのかってちょっと話をしたいんですけど、うんうんうん、売り主さんとしてみれば、まず、こう自分の娘を嫁に出すじゃないですけど、うん、そういうような気持ちで、やっぱ、うん、はい、うん、あるわけですよ。うん、ね、例えば身長を測って刻んだこう傷とかあるとかね、本当思い出があるやっぱ家にもある、はい、ある方もやっぱいらっしゃるんですよね。うん、なので、まあ、ちょっとここに窓がないから、もう少し安くしてほしいなっていう、うん、いうお願いをするのと、あとは、あ、もう本当素敵な家だったんだけど、私たちちょっと予算の関係もいろいろあって、うん、なんとかもうちょっと下げてもらえませんかみたいな形の雰囲気で、こう話、うん、交渉が進んでいくのって、はい、どっちがいいかって言ったら、やっぱ僕は後者の方が、そうですね。いいのかなと思ってるんですよね。おっしゃる通り。はい。だから本当、なんでしょう、その、お互い敬いながらですね、いろいろものをこう進めていく、誰に対しても進めていけば、うん、急がば回れではないですけども、結果的にみんなにとっていいことが起きるんじゃないかなっていうのは、
思ってるんですよね。うん、そうですね、うん。そこはね、本当大事で、はい、あの私自身がやっぱり営業やってた頃もそうですし、はい、今うちのスタッフがこうお客さんのお手伝いをする中でも、うん、やっぱり当然ですけど、買う側はちょっと安く買いたい、この気持ちはもうすごくわかる。そうですね。で、逆に売りたい側の方は当然少し高く、そうなんです。売りたいわけです。はい。だから会社と相反する、そうなんですよ。と思います。はい。でもう一つ、先ほど斉藤社長もおっしゃってたように、うん、売り主さんは本当に今までのこう家族と思い出が詰まったお家を売却する、うん、まあ、そういった価値があるものだという認識の中で、うんうんうん、買う側はやっぱりこうまだこれからの生活ですし、そうですね、例えば場合によってはですね、まあ、不利付きの建物があるところ、お土地である場合は解体して建てる、うん、建て替えするってなると、うんうん、建物に対するこうリスペクトがあまりないんですよ、うん、そこの関係をでこうちゃんとつなぐのはその間の仲介のプロの方が、そうですね、うん、確かにきちんと理解をした上で、うん、そしてまあ交渉というか、まあ、話し合いをするっていうすごくこう大事なつなぎ役なんですね、そうなんですよね。先ほどおっしゃってたように、そこの関係性をこの売る側もそうです、買う側もそうですけども、うん、そのお客様と、まあ、仲介会社さん、ここの関係性も何でもきちんと話し合いができて、うん、その上でまあこういったちょっとお願いを売り主さんにしてもらえないかっていう会員さんがね、うん、そうですね、まあ、予算の都合とかあると思うので、うん、ただ単に300万安くなったから買うよとか、うん、そういう交渉は私は一切ダメですよっていう話をよくやっぱしてます。そうなんですよね、うん、だその伝え方って大切ですよね、うん、そうですね、うん、本当に、まあ、うちのね会社とかスタッフとか私もそうなんですけど、もう下からまず行くようにして、うん、有効的に、うん、なってから言うこと、お願い事をした方が、結果的に言うことを聞いてくれると思うんですよ。はい、いきなり、ね、何も関係ができてないうちに、戦って、はい、言いくるめようっていうんじゃなくて、うん、一回仲良くなってから、お願い事した方が、はい、言うこと聞いてくれるんじゃないかなっていうのがあって。そうですね。うん。道路の北風と太陽みたいな。もう、そうそうそう。本当そうですよね。そうそう。そういったやっぱ感覚ってやっぱりね、うん、人同士の付き合いなので、すごく大事ですよね。そうなんですよね。うんうん、ただこのやっぱりこうみんなを味方にするというところでいくと、うん、斉藤社長の本の中ではこのお客さん、売り主さんだけ、うん、仲介だけじゃなくて他にもこうキーワードが出てたと思うんですけど、うん、はい、そうですね。やっぱり近隣の方って、うん、はい、ね、土地選びもそうですし、土地の価値ってやっぱり広いとか、こうね、駅から近いとか、うん、スーパーから近いとか、そういったの地形が綺麗だとか、そういうのもあると思うんですけど、やっぱり、実はお隣さんの、まあ、どういう方かっていうのも、ずっと住んでくる上で非常に大切な部分になってくるんですよね。良好な関係でね、うん、ありたいですもんね。そうですよね。うん、まあ、どうすればいいかっていう、ね、やり方とか詳しくまた書いてはいるんですけど、うんうんうん、やっぱり土地をこう選ぶ上では、そうだな、かなり重要な部分ですよね。うんうん、ご近所さんっていうのも。ご近所付き合い大事ですからね。うん、そういったところの近隣関係もそうですし、うん、あとはまあ不動産のこう実際の取引ってなってくると、そこにまあ登場する人物というか、出てくるのが金融機関の方とか、うん、はい、あとは不動産の場合、登記が必要に、ね、はい、なりますから、うん、その時の手続きされる司法書士の先生とか、うんうん、あるいは家屋調査士の先生とか、うん、やっぱりいろんな方が一つのこう、ね、皆さんのこう住宅購入、不動産購入のプロジェクトに関わってくるので。そうですね。うん、そういった方と皆さんとのやっぱりこう関係をね、うん、良好に、そしてまあ味方にしていくっていう。そうですね、うんうん、本当に今おっしゃった通り7人から10人ぐらいの方が結局動く形になるのかなと思いますよね。やっぱね、事前にこう挨拶に行くとかね、そういったやり方とかもこう本には記載させていただいたんですけど、うん、そういったのがすごく重要になってくるかなと思いますね。そうですね、はい、わか、はい、りました、ありがとうございます。はい、じゃあ続いてはですね、はい、第2章伺いたいと思うんです。はい、ここはやっぱり皆さんが結構やっぱ気になる点で、うん、まあ、こう、住宅購入の比較をされている章になってるかなと思うんです。うんうんうん、で、この中でまず一つ目お話しさんの聞きたいのは、新築と中古戸建て、うん、中古ですね、中古のどっちがいいのかっていう点について書かれてたと思うので、うん、この二つのちょっと比較のポイントを詳しく教えていただければと思います。そうですね。うん、はい。まあ、やっぱり、新築の方がいいに決まってるんですよ。うん、いろんな面で。うん、綺麗ですし、はい、耐用年数って言っても、やっぱね、うん、長持ち寿命の話ですよね。うん、とか、ね。じゃあなんでみんな新築にしないかというと、うん、
予算の問題がやっぱり一番変わってくるのかなと思うんですよね。うんうん、はい、はい。なので、まあ、予算によっておすすめはまあ変わってくるかなと思いますよね。うん、はい、そうですね。うん。うん、でこう、資産価値っていうところで、さっきの話をちょっとありましたけど、うん、まあ、そこの資産価値で当然新築のが最初に、ね、高い、そうですよね。ね、はい、もう中古だったら、まあ、建物も価値はゼロになっている可能性もちろんあったりとか、うん、まあ、すると思うんですけど、うん、まあ、そこじゃなくて、当然、まあ、そのまま使える状態であれば、予算を抑えながら、うまく使えれば中古。そうです。うん、予算に、まあ、多少やっぱり余裕があるんであれば、まあ、長く使える、まあ、新築はいいかなとか。そうですよね。うん、本当そうですね。ただやっぱまあ新築の方が、言い方を変えると新築の方がまあ高いっていう言い方になっちゃうんですけど、はい、ただやっぱり、ね、ゼッチとかそういうのも含めて、高いと思ったけど、長い目で見たら、あれ実は安く済んだねっていうケースもあるので、そこはね、比較的にどんな新築がいいのかっていうのも、選んでいき、最終的な総額でまあ比較した方がいいと思うんですけど、で、やっぱり中古でも、そのまま住める中古もありますし、うん、結構手を入れなきゃいけない中古っていうのもあるので、それを比較すると、最終的なその出費というかですね、全体像が見えてくるかなと思うんですよね。例えば、そうだな、マンションって、まあ、こう、耐用年数、鉄筋コンクリート47年とかそういうのでよく言われてるのもあるんですけど、うん、はいはい、でも、築45年のもの、すごく安く済んで、で、リノベーション1000万かける。うん、結構、1000万って言ったら結構、おしゃれに内装もできるんですよ。もう、フルで全部。はい。お風呂も、トイレも、キッチンも全部新品に入れ替えて。はい。で、ちょっとフローリングも無垢材にして、と、うん、そういう形もできちゃうんですけど、はい、当初の、なんで、その場合、当初の5年ぐらいとかだったらば、まだいいかもしれないんですけど、うん、じゃあ、だんだん古くなる、やっぱ、ね、賞味期限としてはちょっと適切かどうかなんですけど、うん、短いものに対してそういうリノベーションをかけるのは、僕はどうかなっていう考えはありますよね、はい、やっぱり、うん。うん。そういったところで、こう、お金の出資としてかけないのか、うん、またかけておくのか、うん、またこう長い目で見て修繕費、まあ、もてば、さっきもおっしゃったけども、相当手をかけなきゃいけない中古ってなってくると、うんうん、思ってたより初期投資がかかっちゃったっていうことになりかねないですよね。そうなんですよね。うん、結構皆さんやっぱ新築と中古で最初悩まれるこの選択っていうのが結構3つあって、はい、はい、新築と中古どっちがいいかっていうのが1つ目、うんうん、で、マンションと戸建てどっちがいいのかって悩みもあって、うん、はい、で、あと、ローン、住宅ローンの固定金利がいいのか変動金利がいいのかっていう、うん、この三大迷い選択みたいなのが結構やっぱ、はい、ありますよね、うん。で、まあその中でね、最後にまあ新築と中古どっちがいいかっていうと、やっぱり、家を買うというと、建物、まあ、広さ、新しさとかそういうものが一つあって、はい、で、立地っていうのを、カテゴリーがあって、で、予算。この三つを、のバランスを考えながら、その予算のところに新築という建物で収まってるのであれば、僕は新築でいいのかなと思うんですよね。で、逆に予算収まってるけども、じゃあ、場所がもうね、かなり果て地だったって選べば、そこで新築建てられますけど、でも果たしてそれで、利便性、この通勤したりね、通学したりとかいうところも大丈夫なのかっても考えなきゃいけませんよね。そうすると、あ、じゃあやっぱこの辺の場所まで来た方がいいのかな。で、そうすると予算を見ると、あ、新築だとないな、だったら中古でもいいと思いますし、その今言った3本のバロメーターっていうところを比較していただいて、で、全部合格点を超えているのであれば、僕は新築がやっぱいいのかなっていうのは感じてますよね。はい。うん、自分たちのこうね、ライフプランに合わせて、そう、それが正解なんですよ。ね、はい。それ何が言いたいかってそれなんですよ。ありがとうございます。まとめていただいて。いや、ほんとそれなんですよ。なんか場所選びも結構バロメーターっていうのがあって、はい、まあ、やっぱ一つ目は資産性、将来的にどう使うことができるかっていう。うね、はい、ね、やっぱり山奥とかになってくると、ぐーんと資産性下がっちゃいますよね。うん、資産性っていうのは大切です。うん、で、あとは、二つ目は利便性って言って、やっぱそこで生活していかなきゃいけないですし、仕事にも行かなきゃいけないじゃないですか。で、駅から近いとか、
スーパーとかコンビニが近いとかね、ドラッグストアが近い、見なきゃいけないと思ってますし、で、三つ目は安全性だと思ってて、うん、あの、やっぱり安全性っていうのは、そうだな、お子さんとかがこう、うん、学校に通う通学路に、ビュンビュン、こうトラックが通るとこで歩道が狭いよとか、ないよとか、はい、怖いですね。うん、それが怖いじゃないですか。うん、ね、まあ。そういう安全性、あとはその夜道、奥様がね、一人で帰ってくる、夜帰ってくるときに、街灯がちゃんとあったり、人の目がちゃんとあるかとか、そういったのも見なきゃいけないですし、あとは、僕がこう、子育て今ちょうどしてる、まあ今4歳のところなんですけど、僕はね、公園近いところを選んだんですよ。あ、いいですね。で、公園で遊ばせた日と遊ばせなかった日の寝つきが全然違くて、そう。疲れて、寝てくれるっていう、その満足して、みたいな、はい。それも安全性って、僕の安全性というかね、家で自分の時間作る安全性って言われちゃう。ずるい考えなんですけど。大事です。はい。それもね、やっぱ大切かなと思いますし。うんうんうん、あとはご近所さんの、ね、やっぱり、ちょっとこう、トラブルがあったエリアだったりすると、うんうんはい、それも安全、ね、ずっとそれを気にしなきゃいけない。それでね、ずっと住んでいかなきゃいけないっていうのもあるので、それも大切な部分なのかなとは思ってますね。はい、それがやっぱり大事なポイント、ね。そうですね。うん。わかりました。ありがとうございます、はい。はい。じゃあ続いてはですね、これはすごく大事なポイントだとも、やっぱり本の中からの読んで感じたので、お聞きしたいと思うんですけど、やっぱり選定の決め手にするときに、まあ、3つの要素があるというところに書かれていて、はい。まあ、1つは立地、うん、2つ目は建物。うん、そして、三つ目は、まあ、今までもずっとお話されている予算。うん、っていう部分がやっぱり大事ですよということで、うんうん、やっぱりこれ、不動産購入、家づくりにおいて、三つの要素がパーフェクトなことってなかなかできない、難しいっていうのがあると思います。うんうん、で、これ、不動産業界とか住宅、プロはみんな理解されてるんですけど、うん、一般の方はなかなかね、このパーフェクトなものが存在すると思って、やっぱり、夢持ってもちろん進められるんですけども、うんうん、そういった点でやっぱり正直難しいというところは本でも書かれていて、うんはいうん、なので一般の方はそういったところのこの3つの要素をどういった基準で考えたらいいのかなという点について教えていただければと思います、うん、そうですね。これも結局この認識がずれてるとすごい厳しい言い方すると一生決まらなくなっちゃいますね、うん、やっぱありますね、うんなんかこう、白馬の王子様を待つって言ったら、言葉が悪くても申し訳ないですけど、まあでもそういうところになってしまって、やっぱりですね、もちろんね、皆さん、広くて新しくて利便性も高くて安いところが一番いいわけなんですけど、なかなかそうはいかないというところも。まあ、やっぱり立地とかは、ね、駅から近いと、やっぱりどうしても高くなっちゃいますよね。で、駅から遠かったとしてもね、鎌倉市の大船みたいに、八日堂があってとか、あそこちょっと一つのタウンみたいになってたりとかね、はい、あると思うんですけど、うん、まあ、ね、ああいうようなのが近かったりすると、やっぱ価値も高くなっちゃいますよね。うんうん、で、建物とかも、やっぱ、広くて新しい方が高くなってしまいますし、うん、ね、なおさらその自然素材で作ったとか、断熱性が高いよとかなったら、やっぱりその分も加算されていってしまうところになってきますよね。で、予算というのも、やっぱりバロメーターとして、立地が良くて、予算、建物が良ければ、必然的にそのバロメーターは付随して高くなってしまうというのが、まああると思うんですよね。なので、まあやっぱり大切なのは、こう、ポータルサイトとかですね、スーモさんとかアットホームさんとかでいろいろ見ていくと、大体値段がもう揃ってきていると思うので、まあそれで一旦相場というのをですね、こう、体に叩き込んでいただくっていうのは非常に重要になってくるかなと思いますね。はいうん、で、ただ、やっぱね、こう、実は掘り出し物っていうのは、存在してるんですよ。うん、なるほど。はい。で、さっきのね、ちょっと、磯野店長の話じゃないんですけど、まあ、それは二つありまして、一つ目は、踏切の音とさっき事例が出たような、はい、はい、ところですよね。実際、すごい、一般の方だったらもう音が気になっちゃうから、敬遠されてしまう立地だったり、うん、でも全然気にしない方からしてみれば、その分安くなってるんだったらラッキーという形の掘り出し物が、はい、まあ、なるよと。はい、可能性としてはなかなかね、そんなにいっぱい眠ってるかって言ったらそうではないと思うんですけど、うん
で、二つ目は、あの、売り急ぎって言って、結構、売り主さんが何かの事情で、すぐ売らなきゃいけない。はいはい、もう今月に売らなきゃいけないっていうケースに稀にあるんですよ。ほんと稀なんですけど、これって、はい。そういった場合、やむを得ず、相場よりも下げて売らなきゃいけないっていうケースがあるんですよね。はい、ただ、それをじゃあ狙っていくっていうと、もうかなり厳しい探し物になってしまうので、そうですね。うん、一つ目でいくと、まあ、うん、逆になかなか多分売れないので、売れる期間が長くて、はい、で残ってるケースとか、ありますね。ケースが多いじゃないですか。ありますね。で、二つ目の事例でいくと、逆に一瞬の話ですよね。そうなんです。まあ、で、そういった本当に、まあ、今おっしゃってる二つ目の、うん、まあ、売り急ぎってなってくると、限って、もともとある不動産会社同士のネットワークの中で、落ちますよね。そうですね。それはあると思いますね。皆さんが、あの、まあ、ご覧になるようなポータルサイトには、まず出ないですね。うん。うん、そうですよね。確かに。うん。やっぱりそういったところで行くと、やっぱりきちんと、うん、あの、良好な関係を築ける不動産会社だと、先にきちんとやっぱり繋がっていて、そうですね。うん、まあ、そういった情報が、その、自分たちが計画している期間内に出てきたとしたら、うん、まるでラッキーな話で、うんうん。そうですね。もう本当、それは当てにしない方がいいと思います。うん、やっぱ、時間って皆さんね、有限だと思うので、それを当てにしている時間って、要は、冷静に探している期間ではないと思っているので、冷静に探していて、まあ、それがたまたま出てきたらば、それも選択肢のうちとして一つ入れていいと思うんですけど、その掘り出し物をずっと探しているという探し方は、得策ではないかなっていうのはちょっと感じますよね。そうですね。うん、やっぱりまあ、不動産の購入っては、本当にまあ、冒頭からの話している通り、はい、まあ、ほぼ一緒に一度に、そうなんですよね。もちろん。はい、うん、なので、一緒の一度の買い物の中で、うん、本当にさらにそのラッキーなものを見つけるとなかなか難しいっていうのはあると思うので、うん、まずは先ほどのまあ、3要素っていうところをまあ、きちんと理解された中で、うん、ある程度やっぱり優先順位をつけることってすごく大事だと思います。そうですね。うん。うん、で、まあ、例えば予算っていうのはまあ、どなたにとってもすごく大事な、中で、はい、予算を中心に考えていくなれば、例えば立地の部分で駅から遠いところを選ぶとか、うんうん、で建物のやっぱり性能を一番優先的にやりたいのであれば、やっぱり土地をどうしてもね、うん、そうですね、やっぱりね、はい、まあ、同じ話になっちゃいますけど、遠くにする、はい、またはもう立地が一番最上限しないと困るって方であれば、建物とかをちょっと性能を落とさなきゃいけなかったり、うん、または予算を上げなきゃいけない。そうなんですよね。っていうところで、やっぱり、どこかしらの優先順位妥協ポイント、うん。そうですね。考えながら、やっていくのがいいのかなと思いますね。そうですよね。うん。うん、特にこのコロナ入ってから、結構ね、この優先順位考え方が、皆さん変わったんですよね。うん。うん。うん。結構そんな感じしますね。ありますね。うん。あまりこう、駅近駅近っていうところが、ね、うん、あの、極端にそれだけじゃなくなった感じがしてて。そうですよね。だから、その土地選びの利便性のところが、うん、ちょっと変わってきたというか、うんうん、通勤っていうところが、うん、ウェルトがかなり下がってきた。な感じしますよね。します。ですね。はい。それこそ今、国がやってるあの、グリーン住宅ポイントだったので、移住の勧めがあるんですね。東京23区に住むか、はい、または23区に働いてる方が、まあ、移住する場合ですね。うんうんうん、あの東京圏って言われるところから移動する場合は、うん、そこに対して、追加のこう特例加算で最大100万円もらえちゃうので、うん、はい、それで大きいですよね。ぐらい、まあ、国も、まあ、そういうのなので先導してますし、うん、まあ、そういった方が増えてるっていうのも事実ありますもんね。そうですよね、うん、そういう世の中になってくるとちょっとね、立地の考え方が変わってきそうな予感はありますよね、うん、そうですね、はい、うん、なのでやっぱり大事なのは本当に今現在っていうポイントだけじゃなくて、まあ、長い目だと10年、20年、30年とか、うん、長い目で見て、そこのお家に対してどういう生活をするか、うんうん、やっぱりお子さんも、まあ、変な話、ね、20年、30年ずっと一緒にいるわけじゃないことが多いと思うので、まあ、そうですね、うん、そしてやっぱり最終的にはご夫婦が残った時にその家をどうするかとかまで考えるのが大事だと思うので、そうですね、うん、あ、そういったところでこう、まあ、短期的な目と長い目と両方でこう比較してね、うん、やってもらえたらなと思います、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。第3章に失敗しない業者選びというのがありまして、はい、でこれやっぱり、例えばリクルートさんの調査の中でも、うん、